はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の3月14日の木曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、3月の14日の木曜日ですけれども、今朝はですね、朝から、気持ちのいい、天気というかですね、太陽が顔を出していて、昨日はですね、もう1日朝から風が強くて、気温自体は13度か14度ぐらいまで上がったということだそうですけれども、それにも増してもう北風が強くてですね、歩いていても飛ばされそうになるぐらい風が強い1日でした。まあ、その分ですね、今朝は同じぐらい、今日は34度か15度ぐらいまで上がるという予報になってますけれども、風が吹いてない分だけもう本当に日差しが気持ちよくて、多分ですね、この1日通して気持ちのいい太陽の下で過ごすことができるというふうに思いますけれども、その分ですね、もう花粉がすごくて、朝からですね、まあ、ちょっとくしゃみを我慢したりすると、もう鼻水とですね、それから目がうるうるする感じで、で鼻を噛んでもですね、全然鼻水が止まらない状況が続いていたりするので、まあ、この季節本当にちょっと、また真夏のですね、湿度の高い真夏とか、まあ、冬の本当のですね、乾燥した寒さと、まあ、春は春で暖かいけれども、この花粉のですね、アレルギーというか、まあ、これはまあ薬を飲んでも、目薬をさしてもですね、なかなかこれを改善させるということはできないので、まあ、対症療法的に薬を使っている人も多いと思いますけれども、まあ、日本の本当に気候というのはですね、体にとっていろいろと悩ましいことがたくさんあるなというふうに感じますが、まあ、それはそれで本当のですね、暖かい、本当の意味での春が、もう間もなくというか、もうまさに春に入っているところだと思うので、この気持ちよさの方にですね、焦点を当てて過ごしたいというふうにも思います。で、今日朝自分なりにですね、学びたい四字熟語についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の価格は語るというコラムの中のタイトルがですね、結婚式少人数で豪華にというタイトルに学ぶ戦争折衝という四字熟語を学びたいなというふうに思います。戦争折衝というのはちょっと字も難しくてなかなか使わない言葉でもありますけれども、戦争というのはですね、まあ、サッカーダルを置く、酒ダルとそれから酒の魚をですね、置く板のことを言うということで、まあ、それが転じて、この宴会でのご馳走という意味になっているようです。で、本来の意味で言うと、この戦争というですね、まあ、酒だると、その酒の魚を置く板、まあ、転じて、この宴会のご馳走をこの振る舞いながらですね、まあ、いろいろと自分に有利になるように物事とか交渉が自分に有利になるように折衝していくというような、まあ、そんな意味が込められているそうですけれども、まあ、決してこの結婚式のですね、ご馳走というものは、まあ、自分に対して、この有利に物事を運ぼうというような意図はですね、そこまで露骨にないと思いますけれども、結婚式の宴会のですね、客単価は上がっていても、逆にですね、呼ぶ人数を絞って、まあ、そして本当に親しい人だけとか家族だけとか、この今まで一昔前に何十人とか何百人とか豪華な結婚式が良かったという時代からはちょっとですね、もう一線を画すというか、まあ、そういう時代に入ってきているということだそうです。で、戦争折衝ですね、私たちも若い頃には結婚式、まあ、自分たちの仲間とかですね、友達とかの結婚式に呼ばれたりすることも何度かありましたけれども、今はなかなか時期的にもですね、また経済的というか金銭的にも多くの仲間を呼ぶということがないそうなので、若い人たちも自分が、まあ、例えばですね、若い頃のうちに行く結婚式の回数というものが昔に比べると減っているそうです。だからその分ですね、向こうはどうだった、あの人はこうだったという比較をあまりすることが、する機会が少なくなっているので、逆にですね、自分たちがオリジナリティを持ったというかですね、あまり他に、の例に惑わされて、ああしなきゃこうしなきゃということが少なくなっているということもこの記事の中にありました。それはそれで非常に望ましいことだなというふうに思ったりしますし、自分たちがやりたい結婚式というものがどういうことなのかということを自分たちで考えて、まあ、そしてですね、業者さんに手伝ってもらいながら、ある程度そのイメージに近づくような
プランを立てていくということが、時代となっているのであれば、それはそれで本当に素晴らしいし、好ましいことなんではないのかなというふうに思ったりもします。まあ、この千祖摂政ということでですね、この宴会のご馳走で自分たちに有利になるようにということではないまでも、昔で言えばですね、やはりたくさんの人を招いて、そして自分たちなりにですね、いろいろとその、まあ、来てくれた方々に、まあ、示したいものとか伝えたいことというものが、まあ、あったかもしれませんけれども、それが今ではですね、もう限られていくというか、だん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 そぎ落とされて洗練されていって、で客単価を上げて、まあ、本当に来てくれた人たちに対してですね、おもてなしの気持ちを、まあ、ご馳走などに込めていくというような傾向があるということなので、千祖摂政ということとですね、全くのイコールではないまでも、この結婚式のですね、少人数で豪華にということに学ぶ千祖摂政ということは、ある程度イコールになるというかですね、共通項があるのではないかなというふうに思うし、昔はですね、呼ぶ失礼よりは呼ばぬ失礼ということだったそうですけれども、今はそういう傾向もないということなので、若い人たちにとっては、まあ、その辺のところですね、別に昔と比較する必要はないと思いますけれども、この自分たちなりの結婚式というものをですね、豪華に、まあ豪華にではなくてもいいし、質素にでもいいし、自分たちが人に対して来てくれた人たち、もしくは自分自身に対して、結婚するということを宣言するということが大切なことだと思うので、時代時代に合った式になっていけばいいなというふうに思ったりしますので、今日は千祖摂政という言葉を学びました。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 38,695 円97銭、 38,695 円97銭ということで、一昨日に比べるとマイナス101円54銭、ということでしたから、100円をちょっと超えたところの幅で値下がりをして 38,000 円台半ばぐらいということだそうですね。やはり4万円を超してもずっとその、維持でその水準で維持するわけではなく、やっぱり上がったり下がったりということを繰り返しながらということですけども、年末に向けてはですね、4万円台を維持したまま、というふうなことを予想する専門家の人もいるそうですけども、まだ3月時点の話ですから、これから先のことは誰にもわからないというところだと思います。円ドル相場については1ドル147円66銭から69銭、1ドル147円66銭から69銭ということで、おとといに比べると33銭の円安ということで、一時期の150円台とかに比べると少しですね、まあ、円高の傾向があるようですけれども、それでも147円台ということですから、ちょっと前に比べればまだまだ円安の傾向ということですね。今日の音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一つ目で、タイトルは賃上げ継続へ官民で構造改革を加速せよというようなタイトルとなっているので、こちらもですね、今春闘に向けた各企業のですね、大手企業の回答が出揃っているということだそうですから、これも今の2024年の社会情勢として確認をしておきます。賃上げ傾向へ官民で構造改革を加速せよ。賃金と物価の好循環に向けた一歩は踏み出せたと言えよう。春の労使交渉は3月13日に主要企業の回答があり、賃上げで満額回答が続出した。数十年ぶりの高水準という企業も目立つ。個人消費を上向かせ、日本経済を成長軌道に乗せるには賃上げの安定した継続が欠かせない。来年以降を見据え、企業も政府も構造改革を進める必要がある。日立製作所はベースアップ、ベアに相当する賃金改善で月1万3000円の満額回答を出した。昨年の7000円を上回り、現行の要求方式となった1998年以降で最高だ。定期昇給を含めると 5.5% の賃上げとなる。その他の電気や自動車、重工でも満額回答が相次ぎ、日本製鉄は労働組合の要求を上回る回答を出した。平均賃上げ率は連合が集計した昨年実績の 3.58% を上回り、 4% 超えを予測する声もある。ベアの大幅な引き上げで実質賃金のプラス転換へ弾みがつく。日銀は賃上げ動向をマイナス
金利政策の解除に向けた大きなポイントとしており、詰めの情勢分析に入る見通しだ。経団連など経営側が積極的な賃上げを、呼びかけ、高水準の回答はある程度予想されていた。重要なのは来年以降の持続力だ。賃上げの理由では人材確保を上げる企業が多い。人口減で人手不足は一層深刻になる。企業は賃上げ原資を生み出すために労働生産性の向上と収益構造の見直しを急ぐべきだ。不採算部門の売却や事業の組み替えなど遅れていた構造改革を加速する必要がある。成長戦略も欠かせない。値下げよりも付加価値で競い合い、有望な事業に思い切った投資をすべきだ。コスト削減に偏重した路線から転換し、欧米企業のように人的投資でイノベーションを生み出す経営に踏み出してほしい。政府は3月13日、経済界や労働団体のトップと意見交換する政労使会議を開き、中小企業との取引慣行の是正を求めた。賃上げを広く産業界に波及させるためにも、大手は労務費などの適正な価格転嫁に応じる必要がある。政府にも産業の新陳代謝を促し、成長分野への労働移動を強く後押しする政策を求めたい。企業の構造改革が進めば、人員削減の動きが広がる可能性もある。安全網を整備しながら賃金上昇を伴う転職がしやすい労働市場の改革を急ぐべきだ。ということで、こういう数字を見る限りはですね、景気は上向いているし、マイナス金利が解除というような方向に向かっているということ自体は汲み取れますけれども、私たち個人とか小さな仕事とかにはですね、なかなかその賃上げとかですね、その景気上向いているというような実感があるような改善が特に目立ってあるわけではないので、なかなか本当にそれこそ実感が乏しい景気回復、景気だとは思いますけれども、こういう記事をですね、目にするだけでもやっぱり感覚というものはあまり暗くならなくて済んだりするので、こういうポジティブなこの記事の傾向がどんどん増えてくるといいなというふうにも思います。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からで、タイトルは第五福竜丸70年比較主導ということで、第五福竜丸がですね、アメリカの水爆実験で被爆をしてからですね、70年が経ったということで、これも私たちがついつい日頃はですね、全く意識しない問題でもあるので、こちらを2つ目の音読の題材として学んでおきます。第五福竜丸70年比較主導。静岡県のマグロ漁船第五福竜丸が米国の水爆実験で被爆してから70年が過ぎた。核なき世界への努力を日本が主導する決意を新たにしたい。東西冷戦下の1954年3月1日、太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁で広島原爆の1000倍もの威力を持つ水爆実験が行われた。海上の放射性化合物が撒き散らされ、近隣の島々や洋上で操業していた船舶が被害を受けた。第五福竜丸では甲板に船員の足跡がつくほど灰が積もったという。船員らには強い放射線による火傷や脱毛、出血といった症状が出た。帰国後に治療を受けたが、無線長の久保山愛吉さんと読むんですかね、久保山さんが半年後に亡くなった。日本社会に与えた衝撃は大きく、反核の署名運動が全国に広がる。翌1955年8月には最初の原水爆禁止世界大会が広島で開かれた。放射線被害を伴う核兵器の非人道性に改めて立然とする。第五福竜丸以外でも被爆を訴えて裁判になっているケースがある。現地住民の多くが健康被害に悩まされたり、故郷を追われたりした。核兵器による被害を絶対に繰り返してはならない。世界の潮流は危うい方向にある。ウクライナへ侵攻したロシアのプーチン大統領は2月の年次教書演説で、ロシアの戦略核が完全な準備体制にあると述べた。ロシアに接近する北朝鮮も核搭載を前提にしたミサイルなどの兵器の高度化に邁進している。核廃絶への道のりは険しい。それでも日本はあらゆる努力を続けるべきだ。米国の核の傘が日本の安全保障の前提になっている現実を前にしても、
核なき世界の実現を主導する被爆国としての責務は変わらない。岸田文雄首相は昨年の主要7カ国 G7 首脳会議で各国リーダーを広島に招いた。シンボリックな意味合いは小さくないと言えるが、実質的な前進も必要だ。核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加といった新たな一歩も検討すべきだろう。ということで、まあ、このようなこと3月1日って言ってましたがね、この太平洋マーシャル諸島で、まあ、当時70年前にですねマグロ漁船が操業していたというだけでも本当に遠くまで、大変なことだな、大変なお仕事だなというふうに思うこともあるし、もうすでにですねそこから70年経ったんだな、これまでも何度か耳にしてきたけれどもそれから70年が経ってるんだなというふうな感覚もあったり、いろいろな意味でですね、学ぶべきところは多いと思うし、日本としてもですね、アメリカの核の傘の下にあるからということで、なかなか世界にとってですね、説得力のある発信ができているのかどうかはわかりませんけれども、世界で唯一の被爆国ということにもまた間違いがない、変わりがない現実でもあるので、その辺の立場からですね、発言できることは強く発言していくというような姿勢もやはり大切なのだと思います。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊第一期正期というコラムからタイトルは過去に学んで前を向こうというような、まあ、そんな、内容というかタイトルとなっていますので、こちらがですねまた資本主義国家と先制、権威主義国家先制国家との対比ということにもなるので、こちらをですね2つ目のじゃなくて3つ目の音読の題材としておきます。第一期正期、過去に学んで前を向こう。今年のバイデン米国大統領の一般教書演説は2つの点で印象的だった。一つは自由と民主主義が攻撃を受けているとして、ロシアのプーチン大統領と私の前任者、トランプ氏を指す言葉で私の前任者を激しく非難したことだ。ヒトラーが欧州を戦乱に陥れていた。1941年1月、当時の米国大統領ルーズベルトは今は平時ではないと国民に呼びかけた。これを引き合いに始めた今回の演説は米国民の政治意識を大いに喚起したに違いない。もう一つは過去に戻ろうとする人々と未来に進めようとする人々との間で起きる米国の戦いの歴史に触れ、未来を築くことの大切さを訴えている点だ。これらは激変する国際環境の中で日本の立ち位置を確認し、将来に展望する上で大いに参考になる。1989年にベルリンの壁が崩れ、1991年にソ連が崩壊した。この時代の前と後、さらに現在、世界環境は激変した。冷戦時代、世界は資本主義圏と社会主義圏とに二極化した。この間、日本は日米同盟の下で世界第2位の経済大国に上り詰めた。冷戦後、世界は一変する。社会主義を放棄したロシアが入ることで、欧米圏が拡大し、アジアの日本は孤立するという見方もあった。それを示すようにバブル崩壊後の日本経済は長期停滞に陥った。一方、市場経済圏に入った中国は改革開放路線のもと高成長を続け、2010年に世界第2の経済大国になった。そして現在、かつての大帝国が強大だった昔に戻ろうと動き始めた。2年前、ロシアが旧ソ連圏のウクライナに攻め入った。中国では習近平国家主席が独裁体制を固め、過去の中国の栄光を取り戻すと宣言している。世界は専制国家軍と民主主義圏に分断される新たな局面に入った。こうした中で経済安全保障の側面から半導体などハイテク分野での日本の供給力が見直されてきている。労働力不足を背景に賃金も着実に上がり始めた。日本経済は長期停滞を経て新たな成長段階に入ったと見てよい。最近の株高はそれを先取りした動きなのではないか。大事なのはバイデン教書にあるように過去に帰るのではなく、過去に学び未来に向け行動することだということですね。確かに過去に学んで未来に向けて行動することは大切ではありますけれども、まあ、例えばいろいろな意味でですね、反日の議論などがあるときはやはり過去にこだわって、あの時ああだったこうだったということをですね、いつまでもいつまでも繰り返すという傾向があるし、
これは国際、国家間同士でなくても私たち身近なですね生活の中でも場合によってはですね人と人があの時はああだったこうだっただからもう許せない、不安がある憤りがあるということにこだわって先に進もうとしない、もしくはその先に自分個人はですねそういう言葉をうまく利用して自分に物事がうまく運ぶように、この仕向けていくというような、そういう感覚の人たちもいるでしょうし、場合によっては無意識にそういうような行動言動を取るというような人や場合もあったりするかもしれないので、なかなかこれがまして国と国ということになると非常に根深くて、私たちがこのような記事で読む文字通りのですねこの対極というか対立だけで済まされるものではなかったりもするということだと思うので、私たち自身は今自分の目の前にあることを通して、そしてこういう記事やですねニュースなどからさまざま自分の分かる範囲でいろいろと学びながら物事を見えているところ、そしてその裏側、そしてそのですね画面の外にあること、文字の間に隠れていることというものを読み取るような、そんな感覚というものを大切にしていく必要があるというふうにも感じます。ということで今日は2024年令和6年の3月14日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けていくことによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。